今日午前広島県小原市の山合で70代の男性が罠にかかっていた熊に襲われ指や顔に怪我をしました。今日午前8時半ごろ小浜市高野町の山合の地域で市内に住む70代の男性がイノシシを捕獲するための金属製の罠にかかっていた熊に近づいたところ襲われました。消防によりますと男性は右手の親指と顔に怪我をして。 市内の病院に運ばれましたが意識ははっきりしていて命に別状はないということです警察によりますと男性を襲ったのは体長およそ1メートルのメスの大人のクマですでに射殺されたということです現場は島根県境に近い山合いの住宅が点在する地域です広島県内では今週東広島市の山中の国道や池の周辺で相次いでクマが目撃されていました